ヒルダキャシー・ハイネは、マーシャル諸島の政治家。2016年から一期四年間、同国の第八代大,大統領を務めた。大統領に就任するまでは、教育省を務めていた。博士号を取得した初のマーシャル諸島国民で、女性権利団体、Women United t o g e t r マーシャル・アイランズの設立者でもある。ハイネは、史上初の女性のマーシャル諸島大統領である。 ミクロネシア諸国の女性大統領としても初めてで、太平洋地域の女性国家元首としては史上4人目となる。2016年1月現在で3名いる女性ニティジェラ議員の一人である。アメリカ合衆国で大学教育を受け、1970年にオレゴン大学で学士号を取得した。その後、1975年にハワイ大学から修士号を 2004年には南カリフォルニア大学から博士号をそれぞれ取得している。1975年から1982年までマジュドにあるマーシャル諸島高等学校に学級他人喧嘩ンセラーとして勤務した。2000年には女性権利団体の Women United Together マーシャルアイランズを立ち上げた。2005年に太平洋地域包括支援センターにある 太平洋教育訓練資源の理事に就任し、2009年には太平洋諸島気候変動教育パートナーシップに参加した。リーダーシップ太平洋諮問委員会やミクロネシア教育委員会、保健人的資源タスクフォースと共同で事業を実施している。政治家としてはオールカン省からニティジェラ議員に選出され、教育省に就任した。 2016年1月27日、ハイネはマーシャル諸島の大統領に選任された。ハイネを唯一の大統領候補として行われたニティジェラにおける投票の結果は賛成24、棄権6、欠席3であった。ハイネの宣誓式は翌日に行われた。二千十八年十一月十二日に採決された不信任動議は賛成十六、反対十六で、 賛成票が可決に必要な過半数に届かず、過労て否決。2019年10月22日の即位冷静伝のギニス3列し翌23日には、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。2019年10月25日、ハイネは台湾の婦人大学から哲学の名誉博士号を取得した。2020年1月6日に、 マーシャル諸島議会で行われた次期大統領選出選挙ではデイビッド・カブアニ20対12で敗れた。ありがとうございます。